木蓋が切られようとしています。ドリームチーム同士が激突。舞台はここ埼玉ワールドスタジアム。凛々しい表情の選手たち、それぞれ熱い思いを持ってこの試合に臨むことでしょう。緊張の面持ち、選手たちがこの一戦にかける思いがこちらにも伝わります。ここで両チームのスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはホームチームから。攻守にバランスの取れたフォーメーション、破壊的なパワーを誇る強靭なチームです。攻守に敵を圧倒するようなその力を見せつけてくるか。続いてアウェーチーム、スリートップの攻撃的な布陣です。破壊的なパワーを誇る強靭なチームです。攻守に敵を圧倒するようなその力を見せつけてくるか。まもなくキックオフです。ホームチーム、この作戦指示が功を奏するか。熱戦の火蓋が切られました。ヤマト君、激しいタックル。もらった。レビン君、もらった。ここは抜かせません。シュナイダー、あとドリブルは見送る。シュナイダー君、せるか。ものともせず突き進む。それかわして振り切った。ナイスプレー。素早く横にかわす。鋭いスライディング。ナイスプレー。ここは勝負を避けた。ここはパスを出した。ここは抜かせません。シュナイダー君、横にかわして突破。怒りのパッシング。ナイスプレーだ。シュナイダー君、ボールを打たせ高く対応する。ファイヤー。これはさらに威力を増したファイヤー。ここか。よく飛びが届けたの。ゴール隅に決まった。俺は誰にも負けない。この距離からシュートが炸裂。フッ、無駄だ。行くぞ。カイスファイヤー。ここが。くそ、俺が同点にしてやるぞ。そら。シュナイダー君、激しいタックル。そんな、素早く横にかわす。どけ。ものともせず。シュナイダー君、怒りの発信だ。ストーン君、邪魔をさせん。ナイスプレー。シュナイダー君、行くぞ。これはナイスファイヤー。狙いつかせた一撃。ここがただのファイヤーショットではないぞ。まさに必殺の一撃で。世界一のストライカーは俺だ。邪魔をさせん。行くぞ。カイスファイヤー。ここが。勝利のために全力を尽くす。ロングボールを送る。ベル君、このボールをコントロール。ラブロとぶつかっていった。こいつだ。止められない。まずいぞ。ホームチーム、ここでゲルマン魂を持ち出てくるのか。これが全力だ。これはキャノンシュートか。キャノンシュートだ。さらに威力を増した究極の砲弾が放たれた。パントキック、どこまで運べるか。シェフラー君、余裕だな。このパスをカットします。止められない。ナイス、いい感じ。シェフラー君、いけ。鋭い回転をかけてゴールを狙う。ここが迫力あるセーリング。ハントキックで大きく蹴り出した。このパスは通らない。シェスター君、ここは勝負をかけた。美しいターンでいなした。華麗なルーレットで翻弄。まずい。力をためて強烈なシュート。ピエール君、あっと、これはまさにしなやかな獣。狙い澄ました一撃を放つ。横っ飛びで鋭く反応。まだだ。こんなもので満足するな。はっ、渡さん。
しかない。この調子で追加点を狙おう。行け。もらった。なんだと。完璧に抜き取った。まずい。止められない。よし、全然でかわした。ブレイク君、パスを回す。もらった。スライディングでカット。ナイスプレー。なんという華麗なプレーだ。これが美獣のドリブルだ。ピエール君、美しいターンでいなした。華麗なルーレットで翻弄。ナイスプレー。ピエール君、美しいターンでいなした。俺たちの力を見せる時だ。ここでゲルマンの足を見せつけてくるのか。なんだ激しいキャック。ハイネミン君、このボールも奪った。よっ、ここをすり抜けた。ハイネ君、これが妖精のプレーだ。ナイスプレーだ。俺もたまにはマジだってな。立ちはだかる。身を挺してシュートを防いだ。シュナイダー君、行くぞ。ハイファイヤー。狙い詰まった一撃。これはただのファイヤーショットではないぞ。あっと、コーナーから蹴ります。蹴り入れます。この選択をものにできるか。 やったストーン君、これをブロックに行く。シュートの勢いも体で止めました。アウェイチ、ナイスプレイ。ここで怒涛の攻撃を仕掛けてくる。ナイスプレーだ。次々にかわしていく。ここからチャンスを作れるか。くらえ。必ず打ち抜く。ジャン君、これは竜巻のような後ろ回し攻撃だ。このバッタートラップ、シュナイダー、ここからカウンターを仕掛ける。シュナイダー君、ものともせず。まずい。これは行くぞ。ファイヤー。これはただのファイヤーショットではないぞ。アズマン君、このシュートに反応している。この距離から、これが俺の力だ。はっ、行くぞ。ハイファイヤー。ここだ。もう君たちはダメだ、僕がやる。頭とぶつかっていった。かわして振り切った。ライアン君、ボールを狙うも届かない。ドリブルでボールを踏む。タックルが炸裂。あとドリブルを見送る。ピエール君、美しいターンでいなした。これは予想外だ。はっ、アルバルト君、ここで止めた。行け。あと、もらった。ドリブルを見送る。カルロス君、すごい。横にかわす。ディック君、いただきたい。スライディングでカット。ピエール君、センターラインを越えて攻め込む。美しいターンでいなした。これがある。ナイスプレーだ。ホームチーム、ここでゲルマン魂を見せつけてくるのか。ピエール君、そんな華麗なルーレットで翻弄。アルベルト君、パスを出す。ナポレオ君、ボールを奪った。ガルバン君、ボールを奪うことができません。これはドラゴン。残力のこいつで打ち切られる。これでキャノン砲、すべての力を押し出せ。また巨大な砲撃だ。アズマン君、ボールはまだ生きている。アルベルト君、こぼれ球をキープ。パスを出す。クライフォート君、ボールを狙うも届かない。体ごとぶつかっていった。ピエール君、ピエール君、これが美獣のドリブルだ。もらった。うわっ、鋭いスライディング。ピエール君、このスライディングが決まった。美しいターンでいなった。ピエール君、一発のシュートでゴールを狙う。美獣が華麗にフィールドを投げる。そしてここで必殺と一撃を叩き込んだ。取った。アズマン君、野生的だ。パントキック、
どこまで運べるか。もらった。ブレイク君、圧倒的パワーで吹き飛ばした。おらおらおら。うん、僕のおかげだね。攻め込みます。ブレイク君、圧倒的パワーで吹き飛ばした。とどめだ。地響きを上げて豪快な攻撃を放った。これは止められない。凄まじく。サッカーはパワーなんだよ。こいつはとどめだ。ぶっ壊れろ。もっと点を取らなきゃな。もらったぞ。華麗なルーレットで翻弄。これで美しい。まずい。さあ、ピエール君。何これ。ピエール君、激しいタックル。もらったぞ。何、見事にかわした。覚悟はした。ここからチャンスを作れるか。ピエール君、ここは勝負をかけた。ピエール君、スライディングで勝つぞ。抜く。ナポレオン、ドリブルを見送る。パスをもらった。ガルバン君、ボールを奪うことができません。サッカーは勝った者が強いんだ。魂を見せつけてくる。ナイスプレー。止められるもんなら止めてみろ。チャロンシュートか。いや、サッカーのシュートだ。究極の砲弾が放たれた。あっと、これを弾いた。ここでボールを受けます。ガルバン君、タックルを決めた。コーナーから飛びます。誰に合わせてくるか。ナポレオン君、これでセンタリングに合わせる。ストーン君、このボールに立ちはだかる。ホームチーム、この位置からのスローイン。ブレイク君、ここで止めた。ここが勝負どころだ。カナリア軍団、どうだ。ここで怒涛の攻撃を仕掛けてくるか。圧倒的パワーで吹き飛ばした。まずい。時計は30分を過ぎました。通さない。前半アディショナルタイム突入です。息のあった連携プレーが見れるのか。ワンツーで素早くリターン。シュナイダー君、これはハイファイヤー。決まった一撃。これはただのファイヤーショットではないぞ。キーパーごと突き刺さった。世界一のストライカーは俺だ。ものすごいシュートだ。いくぞ、ハイファイヤー。まだだ、諦めるな。ピアス君、前転でかわした。シェスター君、激しいタックル。あと、ドリブルを見送る。シュナイダー君、邪魔を立てる。なんだと。そうともせず突き進む。シュナイダー君、いくぞ。これはハイファイヤー。しまった一撃。これはただのファイヤーショットではないぞ。全てを焼き尽くすような。俺が世界ナンバーワンだ。邪魔をさせん。いくぞ、ハイファイヤー。ここだ。諦めはしねえぜ。ここはパスを出した。アルベルト君、パスを出します。シュンター君、ここで止めた。横にかわして突破。ドリブル。ホームチーム前。さあ、注目の後半戦。ここはパスを出した。カルロス君、これは見事な個人技だ。ボールを浮かせて抜いた。止められるか。まずいな。カルロス君、ここからチャンスを作れるか。ヨルソン君、ここナイスプレー。ここはパスを出した。ドリブルと見せかけてプラッターに完璧に抜き去った。あっと奪いか。ナイスだ。ディック君、ここはパスに切り替えた。ストーン君、ボールを奪うことができません。クライフォート君、切り返してかわした。ナイスプレー。横にかわす。なんだと。いけ。クライフォート君、ボールを浮かせて足の裏で切り替えた。力強くボールをキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。やったぞ。これは南米式の突破か。このタックルは不発に終わります。カルロス君、ボールを浮かせて逃げた。ナ
を避けた。シールドインスライディング。それよし。こぼれ球をボールにした。ドリブルでボールを運ぶ。はっ、もらった。ここナイス。なに、ここからは精神力の勝負だ。ゲルマン魂を見せつけてくるのか。ナポレオン君、センターラインを狙ってくるか。ほら、連続突破で。ナイス。止められるなら止めてみろ。ここで出るか、キャノン砲。全ての力を放出する。キャノンシュート。攻撃だ。取った。アズワン君、野生的だ。パントキックで大きく蹴り出した。ここでパスカット。シュナイダー君、ものともせず突き進む。ナイスだ。シュナイダー君、いくぞ。これはカイファイヤー。ナイスだった一撃。これはファイヤーショットではないぞ。懸命に勝ち出した。これをトラップ。ディラス君、天才的なドリブルだ。それまずい。ディラス君、鮮やかな前転で突破。シュートまで守れるか。ここから打ってきた。ドリブルと見せかけてパス。ピエール君、ここは勝負を避けた。ストーン君、ボールを奪うことができません。ドリブルと見せかけてパス。ストーン君、ボールを狙うも届かない。このタップは不発に終わります。ナポレオン、その調子その調子。止められるもんなら止めてみろ。ナポレオン君、力を持ってくる。キャノンシュート。どこだ。このボールに飛びつく。キーパー反応するも決まった。大地を揺る。このルイナポレオンを覚えておくんだな。こいつだ。止められるもんなら止めてみろ。キャノンシュート。キャノン。どこだ。まだまだ狙っていくぞ。ボール出して成功。これが美人のドリブルだ。あとドリブルを見送る。ナイスだぜ。さあ一体どう仕掛けてくるか。これで決まりだぜ。渾身のキャノンシュート。これで爆発。ストーン君、これをブロックに行く。アルベルト君、このスライディングが決まる。分かってるな。カナリア軍団、ここで怒涛の攻撃を仕掛けてくるか。それ敵陣へ攻め込みます。これはすでに後半の15分を過ぎています。ディアス、激闘の決着まで残すところわずか。体こそぶつかっていった。それナイスだぞ。ブレイク君、ボールを狙うも届かない。クライポート君、ここは勝負を避けた。俺たちの力を見せる時だ。ゲルマン魂を見せつけてくるのか。あとドリブルを見送る。ナポレオン君、一気に変わっていく。さあ、クロスナーです。これで決まりだぜ。渾身のキャラを飛んだ。キャラを爆発。迫力あるセーリング。パントキック、どこまで運べるか。シェスター君、ボールを奪った。体ごとぶつかっていった。そこだ。シュナイダー君、素早く横にかわす。邪魔をこせず行くんだと。パントキックで大きく蹴り出した。それこれだ。タックルが炸裂。これだ。セーター、7色のフェイント。レビン君、ここで見せ見せる。ナイスプレー。シュナイダー君、ものともせず決める。今だ。後方ファイヤーフックが火をついた。アズワン君、ボールはまだ生きている。体ごとぶつかっていった。そんな。シュナイダー君、邪魔をこせ。何だと。パントキックで大きく蹴り出した。このパスをトラップ。体ごとぶつかっていった。ドリブルと見せかけてパス。さあ、クライポート、これだ。切り返しで、これだ。見事
は切り返しない。クライフォート君、切り返す。なんだと。これは遊びはここまでだ。我を用いた。これが本気のティンガーだ。アズマン君、このシュートに反応している。さあ、もう一度受けた。ナイスプレーだ。もらった。もらった。して振り切った。シェスター君、スライディングでカット。あとドリブルは見送る。ピエール君、華麗なルーレットで翻弄。美しいターンでいなくて。ピエール君、これを優しくセーブでゴールを狙う。ビジューが華麗にフィールドを舞う。そしてここで必殺の一撃を叩き込んだ。ここだ。アズマン君、決死のセーブがゴール上に突き刺さった。これくらいできて当然だ。ものすごいシュートでした。これがある。これを出すしかない。いっけー。ここだ。この調子で追加点を狙おう。クライフォート君、激しいタックル。抜き去った。クライフォート君、よし、さすがに切り替えた。ナポレオン君、やるな。よっしゃ。サッカーは勝った者が強いんだ。私を見せつけてくるのか。ナイスプレーだ。よっしゃ。これは違う戦力だ。いや、さらに威力が増しだ。急激な砲弾が放たれた。ゴールに立ち下がった。ハントキックで大きく蹴り出した。ボールを奪った。シェスター君、素早く横にかわす。もらった。あとドリブルを見る。ナイスプレー。ストーン君、スライディングでカット。鋭いスライディング。ピエール君、それがピジューのドリブルだ。悪くないな。一発のシュートでゴールを狙う。あと、これはまさにスライダーのピエール。狙いすました一撃を放つ。横っ飛びで鋭く反応。迫力あるセーリング。パントキック、どこまで運べるか。パスをもらった。クッティング、前転でかわした。鮮やかな前転で突破。ナイスプレー。敵陣へ攻め込みます。ピエール君、セーラー、ナイスだぞ。これが美獣のドリブルだ。ホームチーム、この作戦指示が候補するか。アルベルト君、このスライディングが決まる。練習通りに行くぞ。アウェイチーム、カナリア軍団、ここで怒涛の攻撃を仕掛けてくるか。カルロス君、強烈なパスを見ろ。かけてからのシュート、体ごとボールにぶつかっていく。これはブロック失敗だ。ロブソン君、体で防いだ。あとドリブルを見送る。ピエール君、美しいターンでいなした。これはどんな攻撃を見せてくるのか。ワンツーで折り返す。ここでスルーパス。もらった。このタックルは勝手に終わる。いざ、よし、クライボールように力強い逆襲だ。ここがアズマン君、決死のセービング。かろうじてこのボールを弾く。